皆さんは万が一災害が起こった時どう対処しますか？ご存知でない方も知っていれば対策できるのが防災です。共に災害を知り、防災について学び、大切な家族や自分の命を守っていきましょう。今回は自助、共助、公助についてです。皆さんは自助、共助、公助という言葉を知っていますか？災害が起きた時、できるだけ被害を減らすためには防災対策を立てておかなければなりません。防災を考える上で必要な3つの要素があります。それが自助、共助、公助です。今回はそれぞれどんな行動、その絵が自助、共助、公助になるのかご説明します。皆さんは自助という言葉の意味を知っていますか？自助とは、災害が発生したときにまず自分自身の身の安全を守ることです。その中には家族も含まれます。では突然ですがクイズです。この中から自助だと思うものを選んでください。1、地震の揺れを感じ身を低くして机の下に隠れた。2、地震に強い家を建て家具が倒れないように補強した。3、家庭内に備蓄食料、飲料水などを用意した。皆さん分かりましたか？正解はすべて自助です。自助とは、自分でできることは自分で行うという意味です。災害について知り、自分に何ができるかを知ることは自分や家族の命を守る重要なポイントになります。自助で一番大切なのは、もし今災害が起こったらと真剣に想像し備えておくことです。どう行動すればいいか、すぐに浮かんできましたか？日頃からどんな対策ができるかを考えて備えておけば、いざという時に自分の身を守ることができます。とはいえ、自分一人でできる自助にも限界がありますよね。時には周囲の人との助け合いが必要になることもあります。その助け合いこそが共助です。では自助に引き続きクイズです。この中から共助だと思うものを選んでください。1、災害が発生したので近所の住民に避難するよう伝えた。2、車椅子のおばあちゃんを上の階まで避難させた。3、目の不自由なおばあちゃんを避難所へ連れて行った。皆さんもう分かりましたよね。これらすべてが共助です。共助とは、地域でできることは地域で行うということです。災害が起こった時、地域の人たちが協力し助け合うことで被害を最小限に抑えることができるのです。現在あわら市では、災害が発生した時に速やかに計画的かつ組織的な行動ができるよう、各地区にそれぞれ自主防災組織の設置をお願いしています。自主防災組織とは、災害による被害を予防し軽減するために各地域に設置される住民によって運営される防災組織です。自主防災組織では定期的に防災訓練を実施しています。ぜひ積極的に参加し、地域のつながりを深めましょう。最後は公助です。公助とは、自分や家族、地域ではできないことを市役所、自衛隊や消防、警察などが行う公的な支援のことです。
具体的な支援としては、瓦礫の撤去や道路の整備、電気や水道、ガスといったライフラインの復旧、そして人命救助です。被害を最小限に抑えるためにも、自分たちで無理と判断した場合は、自衛隊や消防、警察といった公助に任せることが大切です。しかし、公助の機能にも限界があります。例えば、大規模災害が起こり、道路が壊れたりすると、食料や衣類といった支援物資も届けられなくなり、すぐに、そして全ての地域に救助を行くことは非常に難しくなります。1995年に起きた阪神大震災では、救助された人の多くが家族や近所の人らによって助け出されたというデータも残っています。一般的に公助とは、被災していないところからの大規模な応援が来て本来の力を発揮できますが、大規模の応援が入るまでには3日かかると言われています。その3日を生き抜くために、自分の身を自分で守る自助や周りの人と助け合う共助が大切になるのです。このように災害からの被害をできる限り少なく抑えるためにも、普段から自ら取り組む自助、そして地域で取り組む共助を行い、災害に備えることが大切になります。いかがでしたでしょうか。今回は災害時に備えるために必要な自助、共助、公助の3つの考え方についてお話ししました。自らの安全安心を確保するためには、市や県などの行政機関による助けはもちろんのこと、自分の身は自分で守る、周囲の人と助け合って身を守るということも非常に大切であることが分かりましたね。災害はいつ起こるか誰にも分かりません。いざという時に備え、日頃から災害を他人事にしないで、家庭での防災活動に取り組んでみてはいかがでしょうか。